前回のソリオのカラー紹介に引き続き、今回は新型ソリオバンディックのカラーを紹介していきたいと思います。ジャパンカーレスキュー。はい、どうも、ジャパンカーレスキューのガイです。本日ですけども、年内に発売開始されると噂のこちら、新型ソリオ、新型ソリオバンディックのカラー紹介をしていきたいと思います。前回のソリオのカラー紹介に引き続き、今回は新型ソリオバンディックのカラーを紹介していきたいと思います。新型ソリオバンディットのカラーは全部で7種類と、ツートーンカラーが4種類用意されています。これを解説していきましょう。まず、普通のツートーンじゃないワントーンカラーのやつからいきます。1個目、グリッターバイオレットパール、キラキラの紫の真珠紫です。結構かっこいいと思います。次、メローディープレッドパール、あ、これは新型ソリオにも同じ色があるんですけど、緩やかで深くて赤い真珠、赤だけど結構シンクみたいな赤で、自分的にはいい色だなと思います。最初のグリッターバイオレットパールも紫だけどちょっと深い色っていう感じですね、カタログを見る限りは。はい、次3つ目いきます。3つ目はフレームオレンジパールメタリックです。こちらもニューって書いてありますけど、新型ソリオにも同じ色が用意されています。燃えるオレンジの真珠のメタリックです。だから輝く燃えるオレンジ真珠ということですね。はい、オレンジってことです。この色は結構明るい色が好きな人におすすめかなって思います。次4つ目、4つ目はスピーディーブルーメタリックです。ギラギラして速い青です。青ってことですね。まあ、自分的にはこの最初の2個みたいな結構深い深めの色が好きなんですけど、まあ、こういう明るめの色が好きな方にはおすすめかなと思います。まあ、名前の通りに高速とかで速く走ったらすごくスピーディーに見えそうな色だなって思います。はい、次5個目、5個目はピュアホワイトパールです。純白の真珠、はい、白ってことですね。これも人気カラーの一つだと思います。はい、次6個目、6個目はプレミアムシルバーメタリックです。特別な鉄っぽい銀ってことですけど、このカタログを見るとなんか銀にちょっとグリーン味がかかってるような感じで、割と渋めでいい色かなって思います。これも個人的には好きな色だけど、おじいちゃんが乗ってそうな色だなっても思いました。はい、7個目はスーパーブラックパールです。超黒い真珠、はい、かっこいいですね、名前が。まあ、黒ってことですね。黒だけどちょっと結構ツヤツヤ感があるっていうか、鉄感があるっていうか、なんですか、ギラギラしてる感じのように思われます。はい、以上がワントーンカラーの7種類になります。続きましてツートーンカラー4種類を紹介していきたいと思います。あ、でもまあカラーは基本的に同じですね。メローディープレッドパールで上が黒で、2個目はフレームオレンジパールメタリック、燃えるオレンジ真珠鉄で、上が黒っていう話ですね。3つ目はスピーディーブルーメタリック、速い青が上が黒バージョンで、4つ目がプレミアムシルバーメタリック、シルバーで上が黒っていうパターンでした。はい、以上が、新型ソリオバンディットのカラー全7種類とツートーンカラー4種類の紹介になります。今日の動画は以上になります。ジャパンカーレスキーチャンネルでは今後も新型ソリオの情報だったりとか、他にも新しく発売される車のニュースだったりとか、ふざけた動画とかふざけてない動画とかを配信していきます。今日の動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価のほどをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.